さんありがとうございます。まずはご挨拶をいただこうと思います。まずは最初宮野さんからお願いします。はい、ファンタスティックビストのシリーズでニュートスキャマンダーの声を担当させていただいております宮野守です。本日はよろしくお願いします。森川さん。はい、アルバスダンブルドア役の森川俊之です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして井上さん。はい、グリンデルバルド役の井上和彦です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速お話伺っていきますが、宮野さん、はい、先日、はい、ついにダブルニュートのお披露目という。ダブルニュートは、そうですね、エディ・レッドメインさんと、はい、熱いハグをしてましたところね。そうなんですよ、本当にマブダチかなって思いました、はい、いや本当になんかそう 3回目なんですけど、会うのはこのもちろんこのファンタビでなのに、裏でまずこう一緒に打ち合わせしますって言われて、もうそこでもうドキドキしちゃって、ニュートと一緒にみたいな、ニュートがみたいな。で、でもそしたらもうパーってエディ来て、でそしたらそのジェシカは僕初めましてだったんですけど、はい、うん、そしたらジェシカと俺の間でエディが取り持つっていうジェシカ This is マモ、マモ This is ジェシカみたいな俺紹介されてるよエディにみたいな。でもなんか He is an amazing actor and singer とか言ってくれて、シンガー知ってんのみたいな、まあ、そこでもドキドキは隠せなかったんですけど、はい、なんかマブダチになりました、はい、楽しかったです、はい、あの映像見てても、まあね、エディさんもすごいいい人なんだなって。いや、めちゃくちゃいい人、はい、ノリもいいって。ノリもいいし踊ってましたね。一緒に踊ってましたね、はい、あの踊り、どんな踊りだったかなそれさ、後々のトークコーナーでやろうとしてるんだからさ。あ、そうですか、そうですか。もうそういうの先走るよね。ごめんなさいそういうの取っとかないとダメじゃんエンタメって。わかりました、ありがとうございますよろしくお願いします。そして森川さん、すいません、はい、あの宮野さんとのね、今回の師弟関係でしたけども、はいはい、お二人の掛け合い今回やられてみていかがだったんですか。これは、いや、まあ別々だったんですけどね掛け合いしてないっていう、ね、まあ、まあ、あの、はい、でも、はい、やっぱりまあ、ダンブルドアは、はい、まあ、前作のね、時からの登場だったのでね、はい、まあそれまでのやっぱニュートとの仲って言ったらやっぱり深い間柄じゃないですか、はいはいはい、そこはね、やっぱマモがしっかりとね、うん、こう僕のね芝居をね受け止めてくれててすごい助かりました。もちろんですよ、もう皆さんの声入っていましたし、あ、はい、順番で聞くと、はい、なのでと受け止めました、はい、あ、受け止めてくれた、はい、僕の愛を、はい、なんか愛ってよく言いがちですね、はいはいはい、なんか今作に限ってなんか愛がね、うん、溢れてます。愛をちょっと向けてくださいよ、ぜひ。やたら言ってましたよねいや、僕ね、やっぱり一番最初だったみたいで、うんうん、あ、はい、ですか。なので映画館に行って、うん、いきなりモリモリから愛してるって聞こえた時はびっくりしましたねいやいや僕が言ったんじゃない。ダンブルドアが告白されちゃった。映画館に行って、映画館で一人座ってドキドキしちゃったいや、素晴らしいシーンですよね。でも本当にあのマッツさんが、まあ、何回かやらせていただいてるんですけども、あの本当に毎回素敵で、特にこの役はちょっと痺れちゃいましたね、うん、はい、本当に、それをやらせていただけるなんて本当に光栄だなと思いました。はい、宮野さん、森川さんから見る今回のグリンデルバルドどうだったんですか。いや、もう渋すぎる。だからもうさ、冒頭からこのお二人のとても素晴らしいシーンから始まるじゃないですか。もうグッと心をつかまれますよね。うん、喫茶店ですよ。喫茶店ですよじゃないですよいや、それ言い方、言い方レストランね、レストランですね俺まだ注文してないのにじゃないんですよまあお茶は飲みますけどね、うん、はい、でももうそこでもう僕もグッとつかまれましたね、はい。でもやっぱり僕はあの魔法動物とのシーンがやっぱとても印象的でしたし、今回そのピケットとデディがその結構2人で頑張るシーンも多かったりするんですけど、特にピケットのなんだろう、
自我がどんどん芽生えてるという。わかる。わかる。めちゃくちゃ可愛いんですよ。なんか冒頭でもなんかこうゴーグルかけたりなんかしたりとか、なんか確か列車のシーンでなんか杖かな、あれ杖の紹介するときに喋ったよね。じゃーんって喋ったとか思って。で一方テリーはいつまで経ってもね世話のかかる子で。でもなんかだんだんいい子にもなってきた気もするんですけど、前回のところからね、あの血の誓いのペンダントを取ってきたあたりからね。 でも今回そのあのポートキーになるネクタイをこうってやってところのシーンが僕結構可愛くて、ダメだよってダメとかって言いながらやってる、怒りながら可愛がってるニュートのシーンが好きですね、はい、そのニュートのセリフなどの中ではこれ良かった。今やったのよだから。いやいや。もうさっきからさ。そうですか。そうですか。聞いてる話聞いてますけど。なんか一応ここにもしもあったら台本とかも用意してあるなみたいな、ね。え？台本？台本とかも用意してあるなみたいな。あ、どんな台本あるんですか。大丈夫大丈夫大丈夫。ないみたいです。ないんかい。そうですか。そう。でもあのテリーとねあのピケタの話ばっかになっちゃうけど、うん、あの協力するかと思いきやすかされるシーンとかね、もうとにかくその魔法動物たち可愛いんで注目してみてほしいなというふうに思っています。はい、はい、森川さんどういうところがおすすめだったと思いますか。ね、もうそこすごい僕も気に入ってる、うんね、とこで可愛いですよね、うん、あのなんかこうお互いのなんかお互いのチームワークがいいのか良くないのかそういいのか良くないのか多いっていうようなシーンがそうそうそう突っ込みどころ多いですよね。そうなんか2人すごいじゃん、チームワークでなんか助け合ってやってるじゃーんおーいって違うんかいみたいなところがあったりとか、だからもうピケットなんかもうすごいなんかねどんどん表情豊かになってるのがすごいねこうやっぱ可愛らしくて愛しいなっていうのがあるんですけど、まあ僕的なおすすめとしてはやっぱりですねあのグリンデルバルトとのねあの最初のシーン、いきなりこんなシーンから始まるんですか、もうね本当にドキドキするようなやっぱこうね会話劇というか、いや そ, う、ね、そこからスタートして、いや本当にあとはやっぱりダンブルドアとしては クリーデンスの、シーンですかね、一緒にこうね、うわまあ対峙するシーンがあるんですよ。そこがですねなんかこう切なくてプラスちょっと僕は見てちょっと涙してしまうようなシーンだったりとかします。はい、今回その演じられてみて思い出残ったセリフなんかもなんかあったりしますか。もらっちゃっていいですか。じゃあ何ですかねえ、せっかくのもらっちゃっていいですか。セリフあげちゃいますか。あそうですね、え今何て言ったんですか。セリフあげちゃいます。拾わなくてよかったですか。愛してたからだっていうね。すごい。皆さん満面の笑みですけど。汗出ちゃった。まあこの二人の関係性っていうのが、そうですね。まあなんでしょうね。その、うん、それのまあ一言だけで片付かないこの二人の深い関係性が、そうですね、より描かれていて、いや、うん、深い、本当に深い。もう本当にやっぱ楽しめますね。はい、そこは。さあ今の話も受けて井上さんいかがでしょうか。はい、こうおすすめのシーンとかね、お気に入りのシーン、やっぱりあの最初のシーンは、うん、そうですか、なんか松さん的にも最初のシーン撮ったらホッとしたみたいな感じが あるのかなっていう感じで、あるのかな、なんかどんな顔聞いたわけじゃないけど、どうもねあそこ一番最初に撮ったらしいんですよ。あそうなんですか。はい、なのでなんかそこでもう居住まいがパッと決まったっていう感じがして、確かに出てきた時にいきなり喋んないで顔が出てくるじゃないですか、はいはいはい、うわ来たみたいな、はいはいはい、わかるわかる、はい、あの迫力すごいですね、これ来ちゃったと思って、はい、まあ何度も松さんの顔見てるんですけど、三津さんじゃないですよ分かってますちょっとそんな気持ちになってきた松さんですか、ね、はい、もうなんかマッツさんが喋る寸前にちょっとパカッと口開くんですよ。あ、わかる。
わかる、うん、あれめっちゃいいセクシーなのよ、うん、で、ああ来たこれだこれだ、そう、で、あのディレクターさんにちょっと何もそこ入ってなかったんですけど、うんうん、これちょっと息入れていいですか、おお素敵それは、あ、そうですねってなってやらせていただいたんですけど、すごい、はい、以上ですね、え、セリフそれだけ、あ、セリフパッて開ける口の息ですか、そうですよ、 あ、でもほら、なぜか和彦さんだけ台本来ました、え、覚えられない、別にさっき出てこなかったのに、え、覚えられないからじゃないですか、やった、覚えられないですよこれ、皆さん知ってます、今の収録状況ね、これ完全シークレットだから、そうそう、一人で撮って、はい、で撮り終わったら台本回収ですよ、そうそう、あとで反省しようと思ってもできない、そう、どうやってやったかな、だから久しぶりに何を喋ったかな収録役をやったかなって忘れちゃった何の役をやったかなまずいそれはまずいな、え、でもいいんですか、これ以上あのグリンデルバルドのイメージを壊したくないので一節一節、じゃあもうガツンと逃げたやめる歌ってこれは人もう知らない、禁じちゃうんね、一節太郎さんですね、はい、誰に向かってる総口さんに言う、あの会場の皆さん今からこっちに言う、びっくりしちゃった、字がちっちゃいんだもん、字がちっちゃい、じゃあ行きますよ、はいはい、私は奴らの世界を焼き尽くす、アルバス、たとえ君でも止められないお茶を楽しめ、いや、すごい、ウーロンちゃんありがとう、素晴らしい、ありがとうございました、もう一度お願いします、素晴らしい、よかった、やっぱすごいですね、やっぱすごいですね、すみません、本当に皆さんあのイメージ壊しちゃって、いや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 、いやごめんなさい、しびれました、同じでした、同じでした、似てました、似てました、似てましたよく言われる似てましたじゃない、もう僕もかっこいいなと思ってますよ、うんうん、でも、まあ、当然のことだろうなって、でもなんかこう関われててすごい嬉しいかなっていうふうに思ってて、やっぱりあの、まあ、ジュード・ロー、まああのね、こう、まあ、あの吹き替え担当させてもらってますけど、めちゃくちゃチャーミングじゃないですか、チャーミング、ね、本当にその前作の、ね、その、まあ、ダンブルドアからの、うん、まあ、あ、その前の、ね、こうストーリー時系列だけれども、うん、やっぱこうつながるっていう部分も含めてだけど、やっぱこう、あ、なんかあるありだなっていうようなチャーミングな、うん、あのこの目のね、うん、この お芝居だったりとか、うん、佇まいだったりとか、うん、あのコートのねこの襟をこう立てて、うん、ねえやってみたいよねやってほしいな森川さんにも、ひげ生やさないとね、ひげ生やさないとねいやでも分かる、すごいチャーミングですよね、目のお芝居もそうですけど、はい、あ、そう、こう切ないじゃないですか、抱えてるものが、でもダンブルドアがね大きいからね、そうそう、それをね、ニュートは分かってくれってね、うん、そう頑張ってね俺は戦えないからさ、そうそう、任されちゃって、でもなんかそこでここのなんか師弟関係にも似た、うん、そう、ね、なんかね、あの会話ありましたよね、うん、ね、みんな悪いものに惹かれるんですよ、確かに、ざまみろ、ざまみろじゃないざまみろじゃないでもなんかね、信念があってやってることですね、そうですね、でも本人は悪いと思ってないですからね、まあ、彼は彼はね、その正義があると生きてる、まあ、本作のために、ね、はい、ファンタビ沼にハマったみたいな、そういう方もたくさんいるんです、沼、沼、はい、どこですか沼は、どこにあるんですか、どこにあるんですか、冷たいんですか、 Google マップにないですよ、 Google マップ、 Google では探せない沼、ファンタビ沼、検索しないで、怖い、どうしよう、怖い怖い、検索してたらみんな Google あったとかありましたハマってます実際に人が何でしたっけ、いやいや、宮野さん的な推しとか、はい、もちろんニュートはもちろんなんですけど、あのこのキャラとかね、いいですねって好きだなっていう、いやもういっぱいいますよ、でもティナ、うん、ティ
ラーはねやっぱニュートにとってはすごい大事で、今回ね一緒にこう あいいのかもう知ってんのもんね、一緒に行動まではいかなくともやっぱずっとね思いが近くにいるね相手なんで、なんか台本でなんかティナのことを褒められて、あれも列車の中だったかな、そうなんだよってはにかみながら言うシーンがあったんですけど、そこが最初違うセリフで聞いてるようにそうなんだって聞いてるようにセリフが聞こえるから、ちょっと直そうかってうーんって、現場がなってる時に、普通にこうニュートだったらもう自分の中でそうなんだよって言っちゃうんじゃないですかって言ったら、それがなんか採用されて、そう誰に言うでもなくティナって素敵なんて言われて、そうなんだよって言っちゃうニュートが可愛いなと思って、はい、だからそんなシーンもあって彼にとっても大きな存在ですねティナは。